生物の多様性について関心を深めるイベントが松山市内で今日開かれ、子どもらが環境を守る大切さを学びました。このイベントは県が若者を対象に開いた環境イベントで、愛媛と岡山、奈良、東京の8校のグループが取り組みの意義や研究成果などを発表しました。このうち宇和島東高校は養殖業への貢献を目的に、地元辰野川に生息するカキの生息しやすい環境について研究発表しました。カキが多く、その対岸側は少ないということが分かります。これらのことから、カキは林産地が低い場所を好む可能性があるのではないかと考えました。また会場には折り紙やカルタで環境の保全を学ぶコーナーもあり、子どもたちが生き物を守ることへの関心を楽しみながら高めていました。